はい、中村と申します。DDBJ というお題で、お話しさせていただきます。今回あの DBCLS の、サービスのご紹介などと、それから自分でいろいろできるようになりましょうと、それから相談をいろいろ受けましょうということが、あの主眼ですので、私はあの坊野さんと一緒に、この、講習会を企画させていただいたというところで、あのおまけみたいな形でちょっと DDBJ、皆さんあのご存知、ここにいらっしゃる方なんでご存知の方が多いと思うんですけれども、 DDBJ のご紹介をさせていただこうと思います。で、お前は何者なんだということなんですが、ツイッターだと安和っていうアカウント名で、あとキャットラバーとかイカスミパパとか猫教授とかいう名前で知られております。で、あの先ほど坊野さんからご紹介のあったあのネイチャーのネイチャーダイジェストですね の、 あの日本語版のバイオインフォマティクスのご紹介だと、元祖バイオインフォマティストって書いてあったんですけども、あのそれほど古い人でもなくて、元祖使い倒し系バイオインフォマティストぐらいの人です。あのバイオインフォマティクスが日本で起こり始めた頃の人たちっていうのは、その自分でアルゴリズムを作るとかそんな感じの人たちだったんですけど、僕は全然普通に分子生物の方から来まして、遺伝研で博士課程で実験やってたこともあります。20年ぐらい前ですね。で、実験やっていて、その頃ヒトゲノムやら、あの白犬ナズナのゲノムやらが起こってきまして、自分でやらざるを得なくなってきて、で、いつの間にかもう完全にドライの、キーボードを叩くだけの研究者になったっていう人です。で、いろいろあの先ほど坊野さんからご紹介のあったその講習会であるとか、あの生物学者が情報を使い倒すようにしましょうというようなメーリングリストとか研究会とかいっぱいやってたんですけれども、それはあの世のため人のためというのもちょっとあるんですが、実はあの何でもかんでも持ち込まれるので面倒くさいと、お前ら自分で解析しろと、というあの、そういうモチベーションからいろいろと本を書いてみたりですね、あの研究会をしてみたりですね、あの自分でユニックス使ってみましょうとかですね、そういう講習会を長年やってきました。で、今はあの NBDC やあるいは DBCLS の人たちがそういう感じの講習会をいっぱいやってくれるようになってきまして、だいぶそのも広がってきたかなと思うんですけれども、またこのアドバンスという講習会でまたちょっと一緒に参加させていただけるのはとても嬉しいなと思っています。で、遺伝研に来る、遺伝研に来てちょうど6年経ったんですけども、その前にあのカズサ DNA 研究所というところに13、4年いまして、あの大きい仕事としてはアラビドプシス の、 あの高等植物で初めて全ゲノムが決まった2001年の、解析のアラビドプシスのゲノムの4分の1ぐらいはだいたい私のチームで解析しました。遺伝子発見とかあの遺伝子のアノテーションとかいうもので、特に植物とか微生物のプロフェッショナルということになります。で、あのシアノバクテリアを 1,2,3,4,5 かな、5種類決めまして、で、リゾビアですね、根粒菌 1,2,3 種類決めまして、その他高等植物としてはアラビドプシス、ミヤコグサ、トマト、ユーカリ、で今パラゴムの木ですね、これはブリヂストンさんと一緒にやってるんですけど、で、去年クレブですね、これはあの藻類で、うちの部屋と有田府県にいるあの谷沢さんあたりがですね、去年から精力的に、乳酸菌をガンガン決めたりしています。で今あのゼニゴケですね、リバウトと、それからシトラス、みかんの木なんかが佳境に入ってきているところです。あ、これ出てきましたね。で、植物に限ったわけではないんですが、人なんかもあの共同研究でいろいろやってはいるんですけども、大きいゲノムの仕事としては植物が今3つ大きいのが動いてまして、ゼニゴケとゴムの木と、シトラスですね、みかんの、ゲノムを今、やっております。で、それは自分のラボの仕事なんですけれども、今日はあの DDBJ の方から来ましたという感じで、DDBJ のご紹介をさせていただきたいと思います。DDBJ の担当教員というのをやっています。で、これはあのいつも DDBJ インゴ講習会とかで見せるんで、ここにありますよみたいな話なんですが、今日は全くいらないスライドですね。で、DDBJ のホームページ開いていただくとこんな感じになっておりまして、
で、どういう仕事かっていうと、全世界で解読された塩基配列の情報を査定して受け入れてデータベースに蓄積して、で、まあ、インターネットで公開して共有する。でこれはまあ今インターネットなんですけど、始まった頃はインターネットみたいなものはなかったんで、テープですね、磁気テープに書き込んで発送するみたいな仕事だったわけです。で最初の頃もこれはインターネットで今皆さん登録していただいてますが、最初の頃は、ジャーナルに乗っかっている塩基配列を手で打ち込んでいるみたいなとこから始まっているわけですね。で、まあ、この査定して受け入れるっていうところがとっても大事でして、まあ、何でもかんでもごちゃ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 突っ込んでもですね、どの生物種でどういう仕事で決まった塩基配列かっていうのは全く分からなくなっちゃうので、こうちゃんと塩基配列の何番目から何番目にどういう遺伝子が載ってますよっていうのをきちんと決まったフォーマットで、書いていただくということで、大体まあ初心者の方が入れてくると変な書き方してたりするので、これこう直してくださいねみたいなお話をしながら入れていく。でその査定する人たちっていうのがアノテーターと呼ばれる人たちで、まあなんか DGBJ によく分かんないポスドクの人がいっぱいいるなと皆さん思ってるかもしれないんですが、まあ、こういう査定の仕事をしている方が15、16人いるのかな。で、半分の方は、その半数以上の方はドクターを持っている、生物学でドクターを持っているちゃんと、分かっているプロフェッショナルの方が、担当しています。で、DDBJ は国際塩基配列データベースですね、INSDC の一員でして、NCBI のジェンバンク と、ENA、EBI の ENA、ヨーロピアン・ニュークレオタイド・アーカイブと一緒にですね、やっています。で、まあ、相互に、登録されたデータは相互にやり取りをして、で、1年に1回、1週間ぐらい、缶詰になって、みんなで、ガヤ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 その査定する方法であるとか、査定したデータの書き方であるとか、そういったことを話し合って、統合的にデータを預かって、共有するという仕事をしています。で、それぞれのリリースノートから関わっている人を、引っ張ってくると、今104名の方が関わっていまして、まあ、非常に大きな、まあ、世界で最も古くて、まあ、最もよく知られている、生物系のデータベースだと、ということができると思います。で、遺伝研に DDBJ がありまして、ヨーロッパは塩部の EBI に、あります。で、NCBI ですね、まあ、ジェンバンクは NIH の中にあるナショナルインスティテュート・オブ・ヘルスの中の NCBI の中のジェンバンクという、位置づけになっています。で、見ると分かるんですが、何かが1個足りないですね、DDBJ のところには。EBI、NCBI に相当するものが1個抜けているわけです。で、まあ、世界三極みたいな、まあ、こんな、かっこいい図を書いててなことを申しますけれども、我々が持っているのは DDBJ と DRA、まあ、ちょっと JGA でも加わりましたけれども、まあ、これだけで、一方 NCBI を見ますと、まあ、ジェンバンクを中心に、まあ、GEO なんてのもあったり、パブメドなんて皆さんも毎日使っているものがあったり、 FSIC もあって、シーケンスのリファレンスをきれいに整備していたり、まあ、DBGAP みたいなものがあって、バリエーションの情報もちゃんと収めている。で、EBI 見ますと、皆さんのお使いの、まあ、アレイエクスプレスがあったり、ユニプロットがあったり、インタープロみたいな非常に役に立つ、ツールがあったり、アンサンブルみたいな、素敵なゲノムプロジェクトを収めるデータベースがあったりする。で、まあ、明らかに、なんか足りない、いろいろ足りないで、まあ、しょぼーんとするわけです。で、まあ、それはもう DDBJ に来てから5、6年ずっと言い続けてるんですが、いろいろ足りないわけですね。で、でまあ、先ほどボンノさんからもご紹介がありましたように、データベース、生物のデータベースを統合しようというような、動きっていうのは、まあ、JSP の LBDC を中心にですね、まあ、こちら高見先生が担当されているんですけれども、まあ、DBCLS が、まあ、そこと協力関係にありまして、こちらは元遺伝研所長の小原センター長が、センター長をしている。で、まあ、DBCLS っていうのは小さくて、まあ、比較的小さい組織であって、まあ、期限、年限がある、まあ、ずっと続くという保証はない組織です。で、ただ、まあ、ここにはコードが書ける人が多数、今日、まあ、これから、午後お話、それぞれお話してくれますが、いろんなツールの開発力がある人がいる。で、まあ、アジャイルな開発力ですね、まあ、これやろうって思ったら 2,3 日でガーってコード書いちゃうような、自分でできる機動性のある開発力を持った人たちがいる。で、まあ、新しいし若者が多数いて、で、まあ、ただ彼らは計算機資源はそれほど持ってない。で、一方 DDBJ というのは、まあ、高見先生がセンター長をしているわけですけれども、まあ、非常に大きい組織で、まあ、50人ぐらいですね、まあ、で、一応安定している組織です、交付金でやっている。で、
ただ、コードが書ける人は少数、まあ、生物学者は多いんですけれども自分でコードが書ける人ってそんなにいないで、なので、仕様書を書いて、企業さんに開発を進めていく。だからこれ、機動性のある、今日考えて明日作るみたいなことはできなくて仕様書を書いて3ヶ月後に、納品されてくるみたいな、素早さがない開発しかできない。でまあ、古くて年寄りが多数いると、まあ、私も含めて年寄りが多数で、ただ計算機資源というのは、まあ、DDBJ のものではないですが遺伝圏のスパコンというのを考えると計算機資源はやたらとでかいと、まあ、なので、それぞれ、非常に補完的であると、まあ俺ら相互に補完したらいいんじゃねっていう、感じでですね。で、彼らが5人がここに移ってきたっていうのはもうまあ、DDBJ の人として勝手に言わせてもらうと我々にとって非常に大きなチャンスであると考えています。で、うまく、やっていけば我々がうまく、補完してやっていけば、まあ、NCBI と EBI に勝てるとは思わないんですけれども、それに近づいていくことはできるんじゃないかなと考えています。で、我々が運営しているデータベースとしましてはですね、まあ、古くからある DDBJ というものは、完成した塩基配列に対してちゃんとアノテーションがついて何番から何番までどういう遺伝子がありますよというようなことが書かれたものであるとか、まあ、アセンブリのデータを収めているものです、まあ、いわゆる完成配列のデータベースですね。で、それから、まあ、最近できてきたものとして、まあ、ここ5年ぐらいですかね、DRA というのがあります。 DDBJ リードアーカイブリード、分かりますね。で、これは新型シーケンサーですね、 NGS のアライメントであるとか単体のリードみたいなものを、収めているものです。で、それにかぶさるデータベースとして今バイオプロジェクトとバイオサンプルっていうデータベースがあります。で、これ、まあ、それぞれバラバラにデータが収まってるわけですが、まあ、例えばある生物のプロジェクトだとするとその、生物の、ゲノムを決めるためのリードがこっちに収まっていて、で、完成してアセンブルして完成した配列でアノテーション付きのものはこっちに収まっている。で、これとこれが結びつかないでバラバラなわけですね。で、これは、ちゃんと、これとこれは関係していて、どこのプロジェクトがやっていて誰がやっていてどういう予算でやっていて、で、まあ、それのサンプルはここにありますよみたいな、こういう、記述ができますよみたいなことをかぶせて、説明する、バンドルするためのデータベースになります。今、まあ、我々はこの、まあ、DDBJ、DRA、バイオプロジェクト、バイオサンプル、でそれからもう一つ、後ほどご紹介しますけれども、アクセス制限付きで、人の、まあ、個人の遺伝型と表現型、まあ、これは、まあ、人の病気に関する遺伝子なんかの情報が入っていたり、個人が特定できる情報が入っていたりしますので、これはオープンじゃなくて、アクセス制限付きの、データベースが、JGA というものが一つ、立ち上がっています。まあ、こういった感じで、1、2、3、4、5と。こういう感じのデータベースを我々は今維持しています。で、登録ファイルの例は、まあ、これ皆さんご覧になったことがあると思うんですが、 DDBJ のものは NCBI ジェンバンクのものに、割と近い形をしておりまして、この辺りに、ローカス名であるとかそれは由来が DNA であるとかリニアであるとかサーキュラーであるとか、まあ、こういったものが書いてありまして、でデフィニッションが書いてあって、アクセッションナンバー、それから、どういう生物種から取ってきたか、でリファレンスがどうなっていて誰が登録したかというのが、書かれています。それから上の方にそこに、どういう遺伝子が乗っかっている、何番から何番までをどういうスプライスすると、こういう遺伝子ができますよというのと、それからトランスレーションするとこうなりますよというようなものがあって、最後のところに塩基配列、それ自体が、乗っかっているような形になっています。で、まあ、塩基配列自体が、データというやつで、そこから上のところはこれメタデータですね。データに関するデータ、メタなデータということで、この辺がメタデータになります。でこの辺りちゃんと査定して受け入れない と、この塩基配列だけあってもそれが何が書かれていて何の生物種で、どういう遺伝子が載ってるかっていうのは検索不可能になるので、この辺の査定っていうのは非常に大事、まあ、そういうことを、人でかなりな人手を使ってやっているわけです。で、まあ、皆さん実験されている方はで塩基配列決めて登録された方はもうご承知の通りですね、
皆さんが公開したいから公開しているわけじゃなくて、ジャーナルに論文出す時に、その論文で言及した塩基配列とか立体構造みたいなものは、こうした公共データベースに登録してアクセッションナンバー書かないと、まあ、ジャーナルが受け付けてくれないわけですね。ですから、皆さん、まあ、あのジャーナルに論文書く時に、慌てていやいや、登録されるわけなんですけれども、でもあのそれを再利用して、まあ、ご自身も研究されている、わけですから、この登録というのは非常に大事ですし、できればジャーナルに登録す、ジャーナルに、論文出して明日までにくださいねみたいなじゃなくて、できれば早め早めに登録していただけるとお互いに助かるわけです。で、INSPC に多くの配列が登録された生物種というのは、あの分量が多いものほど大きい字で示すので、あのワードクラウドという方法で表示しますと、まあ、ホモサピエンスとか、がまあもちろん一番多くてですね、でホモサピエンスをターゲットとしたモデル生物としてのマウスとラットがまあ結構、やっぱり数が含まれています。でそれから最近、顕著な傾向としては、まあ、牛、ボストーラス牛であるとか、サススクロファ豚であるとか、チーメイトウモロコシであるとかいった、まあ、こういう産業上有用な生物の配列がどんどん決まりつつあります。で、我々が使っているタクソノミーは、NCBI タクソノミーというものを使っていまして、まあ、これはあの生物分類の方にはいろいろ異論があるかもしれませんが、まあ、あの一番大きな、まあ、あのタクソノミーのリストとして、NCBI が維持しているものです。でこれは今あの30万種ぐらいの生物が、登録されています。で NCBI タクソノミーの問題というか、あのもちろんあの塩基配列に結びついたタクソノミー登録してますので、塩基配列が決まってないタクソンですね、生物種は全然ここに入ってないわけです。ですから、まあ、30万種とどまっていますけれども、ただ、まあ、あの網羅的なあのタクソノミーのリストとしては、まあ、これは非常に有用なものになります。で、NCBI タクソノミーで、まあ、例えばある生物種ですね、まあ、フェリスカータス、まあ、イエネコあたりを引いてみますと、まあ、イエネコがどういうリニエージにあるかっていうのが出てきて、で、まあ、あのアントレのレコードとして塩基配列がこれだけあって、まあ、EST がこれだけあって、まあ、タンパク質がこれだけあって、まあ、ストラクチャーが決まっててゲノムプロジェクトがあってみたいなことがざーっと出てくるわけですね。で、ある生物種について網羅的に塩基配列にかかる情報を知りたければ、まあ、あるいはそのパブメドももちろん出てくるので論文もここから引けますし、知りたければ、このタクソノミープラウザから引っ張っていただくのが一番早いということになります。でこれはあの NCBI が維持しているものすごく有用な入り口になります。まあ、こうした塩基配列をコアにしてそれを使い倒すためのいろいろなツールであるとか入り口であるとかポータルであるとか、あるいは二次データベースみたいなものをきちんと整備していかないと、やっぱり、我々としては NCBI や EBI にものすごく見劣りするわけです。でこういったことを、まあ、DBCLS に我々は期待しているということになります。で、まあ、生物学の情報爆発してますよということに関しては皆さんもちろんもう体感されていると思うんですが、まあ、線ゲノムですねがあったり、まあ、あるいは、それに1個加えて白いのナズナでは線1ゲノムみたいなプロジェクトが動いてます。でさらに、まあ、あの環境シーケンスみたいなのがあって、まあ、例えばあの、海水取ってきてその中の DNA を直接培養することなく全部決めちゃうみたいなメタゲノムみたいなプロジェクトが動いています。で、今進行中の配列決定プロジェクトを、ざっと見るにはこのゴールドというページが一番便利なんですけど、まあ、あのゲノムゴールドぐらいで、Google 検索していただければすぐに出てきますけれども、JGIPSF がやっているページですが、ここで見ると例えばそのメタゲノムですね、ざっくり環境あるいは人の腸内からこっそり、ゲノムを決めちゃう、培養しないで DNA 直接決めちゃうみたいなメタゲノムプロジェクトが今545、登録されています。ここから、その詳細に分け入ることができます。でまあ、あるいは、そのサンプルどこから取ってきたかっていう分類でいうとエンバイロメンタルっていうのが6740のプロジェクトが動いていたりします。まあ、こういう形でですね、素早くゲノムが決められるようになってこういうものが、動いてきているわけですが、これも同じだな。で、まあ、あのそれはどういう何の恩恵かというと、まあ、NGS の恩恵なわけです。でこれはあの次世代シーケンサー、次世代シーケンサーってみんな呼んでるんですけれども、もう出てきて、まあ、7、8年も経ってるんで次世代でもなかろうということで、我々は今あの同じ NGS でニュージェネレーションシーケンサー、新型シーケンサーと呼んではどうかと、言い続けているわけですけど、もはやもう新型でもなくなってきてどうしたらいいかわからない状況です。で、
新型シーケンサーの特徴は高速大量に、配列が決まるということですね。まあ、もうあのご存知だと思いますけれども、まあ、ハイセックの2500なんか使うと、2000なんか使うと、まあ、1解析で6000億円期出るんで、1解析で鳴らしちゃうとざっくり200人分のゲノムが取得できるみたいな物件です。でこれも、まあ、あのご存知の方多いと思うんで、はしょりますけれども、まあ、従来法は、まあ、あの試験、まあ大腸菌の中で増やしてみたりですね、で、試験管の中で反応してゲルで分離するみたいなところを、新型シーケンサーはあの、まあ、あの基板ですね、構想の基板の上に DNA 貼り付けて、その中でその上で、増やしちゃって、 PCR で増やしちゃって、で、複製を進めていって、それぞれ あの光った画像を、同じ場所の画像を時系列で解析していくと AGT みたいに配列が決まっていくというやつです。でなんで高速かというと、まあ、要するに集積度がすごいわけですよね。マイクロタイタープレートを使ってどんなに頑張ってもこのぐらいで384ケツしか電の、はい、あのはい、反応しかできないんですけども、フローセルですね、これ、個層の上でやってますから、まあ、このぐらいで数千万スポットが行きにくいという、まあ、桁が2つか3つ、3つか4つか違うという、状況にあります。で、さらに、まあ、あのミューオンなんかですね、ナノコアのミューオンなんか使うと、USB でつないであげて、ホイってサンプル入れると、もうあの Mac の中にシーケンスが決まってきますよみたいな、大文句のものが出つつありまして、まあ、こういうものが使えるようになってくると、環境中ですね、まあ、生態学者がこの生き物は何だろうみたいな時にですね、あの形を見るんじゃなくて、もうエイヤーですりつぶしてって入れてしまうと、まあ、DNA 決まって16衛星が何だか分かるみたいな時代が間もなく来ようとしているのではないかという状況にあります。で、これもまあ繰り返しになりますけど、我々が、NGS をスタートに考えてデータのエコシステムというのを考えますと、まあ、NGS のデータそのもの、あるいはあの NGS から出てきたもので、いやアセンブルしたデータですね、生データに近いものっていうのはこの DRA というのに収めていまして、アメリカの SRA やヨーロッパの DRA と交換しています。これはオープンアクセスです。で、であのマッピングしてオミクスのデータなんかが出てきた場合に、まあ、GO とか AliExpress に登録するわけですが、これに対応する我々の、DOR というデータベースは構想だけあって、構想5年ぐらいなんですが、まだ未だにできてきてない、こういうのを作らなきゃいけないよねっていう感じにあります。で、オープンアクセスにできないものですね、あの人の、バリエーションのデータベースなんかはアメリカは DBGAP、 ヨーロッパは EGA みたいなものがありますが、我々は JGA というのを立ち上げました。去年みたいな、一昨年とかのも立ち上げました。で、コンティング作って、まあ、アセンブルしてコンティング作ってアノテーションして、まあ、ゲノムのデータになりますと、まあ、それぞれのゲノムプロジェクトはゲノムのデータベース作って、まあ、ペーパー書いて、まあ、リアノテーションしたりして維持している、まあ、例えば、白いナズナでいうとテアみたいなものがあのゲノムの中心としてずっと維持されるのと同時に、配列、完成配列そのものが、まあ、公共データベース DDBJ、ジェンバーク ENA というものですね、トラディショナルな、我々の INSEC の枠組みのデータベースに収められるという、まあ、こういうエコシステムをたどることになります。で、DRA というのがこの公開 NGS データを収めておりまして、アメリカがまずですね、NCBI が SRA というのをですね、ショートリードアーカイブというのを2007年に開始しました。で、その頃は、まあ、イルミナで20ベースとか23ベースとか26ベースとかですかね、非常に短いリードしか読めなかったんで、ショートリードアーカイブって呼んでたんですが、その後 2,3 年経って、もうもはやショートでもあるまいということで、名前は今シーケンスリードアーカイブという名前になっています。で、SRA をまあショートリードアーカイブって呼ぶ方は、まあ、この世界の中で割と古株というかお年を召した方っていう、まあ、この区別がつきます。で、2007年に開始して、で我々が、ヨーロッパと DDBJ がそれに続く2008年に、それぞれ DDBJ のシーケンスリードアーカイブ、 DNA のシーケンスリードアーカイブを開始しています。で、まあ、どん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 、まあ、皆さんにどんどんコスト安くなってますし、どんどん配列を決めていくので、どんどんデータは増えておりまして、わーっと伸びていまして、まあ、この水色の部分がこれトータルですね、公開で、アクセスコントロール含む部分で、公開分に関して言うと今 1.74 ペタバイトですね、テラの上の無駄のペタバイトがあります。で、まあそんなに大したこと、大した増え方じゃないじゃないのって思うかもしれませんが、よく見るとこっちは対数なんですね、ここの内行く対数なんで、まあえらい勢いで増えてます。で、
我々の DRA のウェブサイトは、まあ、DRA、DDBJ、DRA とかで検索していただきますとこのページが出てきますけれども、まあ、登録される方は NGS で配列決めて登録されたい方はここを見ていただいて、で、自分で決めないけど、まあ、もうすでに公開されている配列を使い倒したいよという方はこちらからデータ検索していただいたり取得していただいたり、あるいは、後ほどご紹介しますが解析パイプラインなんかも提供しています。で、まあ、公開データをこのサーチ、先ほどのサーチのところから、調べていただきますと、まあ、例えば、生物種名で調べたりですね、スタディタイプのエピジェネティクスとかで調べてみて、たどり着いてダウンロードしていくということができるように、割と簡単にできるようになっています。でこの、サーチの、システムというのは今、使えていますし、まあ、後ほどあの DBCLS の方からご紹介があると思いますが、まあ、より使いやすい入り口みたいなものを今整備しつつあります。で新しいものとしてはこの JGA ですね、アクセスコントロールのあるジャパニーズジェノタイプ、アーカイブというのを公開しておりまして、だんだん時間がなくなってきたので端折りますけれども、これはあの個人の遺伝学的なデータと表現型情報を保存して提供するものです。で、これはアクセスコントロールがありますから、コントロールする我々は判断するのではなくて、NBDC ですね、ナショナルバイオ、データベースセンターに、申請して認可されている、認可されて初めて登録できますし、利用する方も、申請して認可されて、初めて利用できるというシステムになります。でこれはあの JGA、DDBJ で検索していただきますと JGA の、トップの、ページが出てまいりますので、このデータ登録や利用申請のところから NBDC のサイトに行っていただいて、彼らが、認可したら、データは我々のところにありますので、認可を受けて我々のところから、持って行っていただくということになります。まあ、全体的なスキームはこうなるんですが、DDBJ は我々が保存しておりまして、登録アカウントを出したり利用アカウントを出したり、データを送ったりします。でその認可をするのは、NBDC ということになります。で、これはあの最後に、これはまた繰り返しになりますけど、公開解析済みデータは DDBJ にありまして、で DDBJ に登録するとか使い方がよくわからないという方はこの、Google で DDBJ 動画とかで、検索していただきますと、我々も統合 TV に習いましていろいろな、使い方の動画を、アップロードしておりますので、ここを見ていただくと、それぞれ登録方法とか使い方みたいなものが、見られると思います。で登録される方はこの登録からぜひ、お使いください。で、登録に関しても、昔さくらというので登録された方が多いかと思いますが、今、去年一昨年ぐらいから DDAGE というあの新登録システムができまして、まあ、すっきりとした画面でいろいろな入力保管やテンプレートによる入力の簡素化を進めています。で皆さんになるべく、登録にご負担をかけないようにという開発を続けて、いるところです。まあ、こういった形で、全体的に、やってます。で、あとホームページをリニューアルしましたが、これはもうあの外注に出すんじゃなくてですね、うちの、パートさんたちがですね、いいやとあのワードプレスというコンテンツマネジメントシステムを使って、開発してくれまして、もうこれは非常にあの内製で自分たちで、なんとかするっていう動きは非常にいいことだなと思っております。で、スパコンの話なんですが、スパコンはこのスパコンってとこから行っていただけますと、このスパコンのトップに行きまして、まあ、あのソフトウェアがどういうものがあるかとかですね、システムの全体像がどうなってるかみたいなのをここから見ていただくと分かります。まあ、生物系のスパコンとしては、生物系に特化したスパコンとしては、まあ日本最大でしょうし、非常に塩基配列に使いやすい構成になってます。で、まあ、ノードがあの普通のが554ですね。で、2テラのメモリ乗ってるのが10個あって、10テラのメモリ乗ってるみたいな化け物みたいなのが1個あります。まあ、こういうのは非常に大きなゲノムアセンブルするときに、ご活用いただければなと思います。で、ディスクは合わせて 12.5 ペタバイトあります。で、まあ、非常に大きなシステムですね。で、ソフトウェアとしましては、まあ、自分で開発されたい方はもうあの開発の開発関係のソフトウェアがいろいろ乗っかってますし、あとまあ普通に使うユニックスのシェルがいろいろあったりですね、まあ生物学者にとって非常に便利な言語として、まあ、ライトウェイトな言語 Ruby、Python、Perl みたいな簡単に書けて、いろんな仕事ができるものも、きちんと用意されておりますので、ぜひ、お使いください。
で、自分でもうスクリプトやプログラム書くのは嫌だっていう方に関してはここに排斥パイプラインがありまして、パイプラインからはよく使われる解析用ソフトですね、ブラッドであるとか BWA であるとかボータイであるとか、まあ、あとはアセンブリのツールなんかも、クリックだけこれ選んでやりますよっていうだけで実行できます。で、マッピングするときにはもちろんマッピングするためのリファレンスが必要なんですけども、それもアラビドプスでティア8、9、10であるとかですね、イネであると ILGSP のいくつかの、バージョンであるとか、人であると、MCBI のビルドであるとか人のビルドみたいなものがいくつか選べるようになっています。まあ、こういったものを用意して、簡単に皆さんにお使いいただけるように、準備しています。で、配列がバンバン出るようになってきたので、それなりの、スーパーコンピューターシステムを用意してそれをサポートするツールを、用意して皆さんに使っていただかないと、いけないという状況にあります。で、スパコンの利用申請は、こちらから今のところ無料でお使いいただけますので、皆さん遺伝系にいらっしゃるのでぜひ、使っていただきたいと思います。で、すみません、ちょっと時間超過しちゃったんですが、現在進行中の塩基配列決定プロジェクトに関して言うと、コンプリートプロジェクトと呼ばれているもの、完成しましたよというプロジェクトで、もはや、世界中に6649もの、ゲノムが、仕上がったよと言われているわけです。で、本日ただいま6649生物種のゲノム解読が完了しているわけですが、じゃあ6649種の生物種の理解はもう我々は完了して、よし分かったって言っていいのかっていうと、いやいや滅相もない、そんなわけはないですね。で、配列が決まったというのはただの配列で、それを使い倒して、研究してなんぼなわけです。で、配列だけあってもしょうがない。で、正確な解析情報を付与して、また皆さんからフィードバックをいただいてどんどん蓄積していって、研究に使い倒して役立てるのに必要があります。こういう感じですね。どん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 、データの巡りを良くしていくということです。で、我々データベースも、お金がないとか言いながらも頑張っていかねばならぬという状況です。すみません、ちょっと時間を超えてしまいました。ご清聴ありがとうございました。